南無阿弥陀仏。そしたら後半なんですけれども、後半はちょっと、ごめんなさい、ちょっとこの辺で、後半はじゃあお慈悲についてちょっと話そうと思うんですけれども、結構仏教でお慈悲っていうのは、結構言われると思うんですね。で、仏教だけじゃなくてもお慈悲って言われると思うんですけれども、結構私もこう仏教勉強してますけど、こう分かってるようで結構分かってなかったり、まあいろんなこうお慈悲っていう言葉でもいろんなこう場面でこう使われてたりして、こうちょっとよく分からないなってこう自分でも思ってたんですね。で、それでその、まあ、一般のお慈悲じゃなくてこの仏教でのお慈悲っていうものがどういうものか、ちょっと後半ちょっと何て言うんですかね、ちょっとレクチャーっぽくなるんですけれども、その慈悲のこう感覚っていうものをちょっとお話しさせてもらえばなと思います。すいません、このそうですね、仏教でいうお慈悲とは何かっていうことなんですけれども、ちょっとまずちょっと参考にしたのがこちらに慈悲っていう、ちょっと見にくいんですけれども、白いカバーで金色で慈悲という本があります。これは中村はじめ先生っていう方が書かれて、名前はねご存知の方も多いと思うんですけれども、まあ日本の仏教学者の中ではまあ、間違いなく一番知られた方であります。でもう2000年のになるちょっと前に86歳で亡くなられたんですけれども、その生前は、まあ、かなり多くの本も書かれてまして、こう仏典で必要なこうサンスクリット語とかパーリ語とか辺の言葉にも通じてて、非常にこう専門的に幅広く深く学識を持たれた方でありました。で一方で一般の人にもすごく分かりやすく書くことでも有名な方で、例えばニルバーナっていう言葉があるんですけれども、それを一般的には涅槃と訳すんですね。なんですけれども、それを安らぎとこう訳したりもしたということです。まあ、そういう先生の書かれた本なので、非常に専門的でかつ分かりやすく書かれたお慈悲の一冊であります。でこれをですね、ちょっと一番最初目次があって、第1章のところなんですけれども、一番最初に次のように書かれてます。慈悲は仏教の実践の面における中心の徳である。慈悲は仏道の根本なり、慈悲は仏そのものであるとさえも言われる。日本でも慈悲は仏教そのものであり、仏は慈悲によって我々凡夫を救うものであると考えられている。ちなみにこれ読みますとですね、わずか2行半なんですね。なんですけれども、ここに注釈がこう4つほど出てまして、それがその注釈がなんと3ページにわたって37行で出てます。でその37行の注釈を凝縮して書いたのがこれなんですね。なので、慈悲とは、まあ、つまり仏道の根本であって、仏そのものであって、仏教そのものであって、我々凡夫を救う手立てであると、そういうことであります。でこれまあ全部ちょっと見ていけないので、結語、一番最初の最後の結論のところちょっと飛びますけれども、最後のこうまとめとして、この中村先生が言ってるのは、要約のところだけちょっと読みます。ここではただ最後に要約として次のことを述べておきたい。でこっちに入って、簡単に言うならば、慈悲の実践は人が自他不二の方向に向かって好意的に動くことのうちに存する。かかる実践はけだし容易ならぬものであり、凡夫の望みうべくもないことであるかもしれない。しかしいかにたどたどしくとも、光を求めて微々たる歩みを進めることは人生に真の喜びをもたらすものとなるであろう。これが、まあ、この慈悲っていうものを書いた結論であります。でこれ
ちょっと後半のですね、凡夫の望みうべくもないことであるかもしれないっていう、その後半の部分ですけれども、これが読んで、合わせてですね、どういうことが言いたいかっていうと、結局慈悲っていうのがですね、2つあるんですね。1つが我々が実践する慈悲で、もう1つが仏の実践する慈悲です。で、さっきも見たように、慈悲っていうのは仏そのものであるとも言われてますように、つまり本来は仏の行うもので、仏の大慈悲であります。それを我々も実践するわけなんですね。でもそれがいかにできないかっていう、そこに反省があるわけです。その反省の上に宗教的な歩みが見られると、そういうようなことが言ってるわけですね。で、その実践、慈悲の実践とは、じゃあ我々が慈悲しようとする慈悲の実践、仏がする慈悲の実践っていうのが何かっていうことが、この自他不二の実践の中で、慈悲が現れると言ってます。で、この不二っていうのがですね、2つでない、区別をしないということなんですけれども、これがいわゆるその仏教の根本の論理と言っていいと思います。で、それを実践的に言うと、例えば自他不二であれば、自分と他人を区別をしないと、そういうことで、あるわけです。で、この不二についてちょっと見てみますと、すいませんすみません、次にすみません。で、不二っていうのはですね、ちょっとこう難しい表現なんですけれども、全ての存在は互いに否定し合う別々のものが同時に互いの存在を成り立たせるっていうことで、単に区別がないっていうだけでもないんですね。で、こういう2つのものが一つっていうわけでもなくて、二つのものが同時に支え合ってなっているっていう、これが不二であります。で、我々仏教徒がよく修行をしたりとか禅をしたりとかすると思うんですけれども、あれも基本的には仏教徒がやる行の全て、基本的にはですね、この区別をしないっていう見方を体得するために我々は行をします。で、その区別をしないっていう見方でものを見たときに、知恵が現れる。それがいわゆる悟りであって、仏と言われるものであります。ですね。ここで大丈夫です。はい。向こうに行ってこうやりましょうか。もしあれば。はい、分かりました。はい。それでですね、ちょっとこれ見てもね、分からないと思うので、簡単なこんな感じっていうので、ちょっと例で言いますと、例えば光と闇ですね。光と闇っていうのは、もちろん普通は光が強くなれば闇が小さくなるし、闇が深まれば光が小さくなるっていう、対立したものとして、一般的には見ます。で、現象的にはそうなんですけれども、仏教っていうのはですね、自分の目を通してものを見ます。そうすると光っていうのはですね、輝きとかも言うわけなんですね。で、輝きっていうのは、星なんか見たら分かるように、闇の中でこそ輝いてきます。あと暖かいっていうのも、寒いと暖かいっていうのがあると思うんですけれども、例えば暖かいっていうのは、冬に家に帰ると暖かいなと思うわけです。なんですけれども、その暖かいと気温っていうのは多分ですね、この部屋ぐらいの気温だと思うんですね。なんですけど、今みんな暖かいなとは思わないわけです。でも、これがもし外がですね、京都の冬はすごい寒いんですけれども、
もしこの外が京都の冬だったら、ここに入ってきたらものすごい暖かいと思うんですね。でこれがまあ北海道とかシベリアとかですね、寒い地域だったら、あ、もっともっとこう暖かいなと思うわけです。でさらにはこう雪山に何日間か遭難してこの部屋にこうたどり着いたら、それこそすごい暖かいわけなんですね。結局その寒い思いをした分暖かいっていうことなんですね。でその暖かいっていうのは、じゃ あのこの部屋にあるのかっていうと、まあ、この部屋とかね、そっかどっか、まあ他の場所にあるわけではなくて、自分の経験の中にあるわけです。でこの経験っていうのは、全ての経験っていうのはですね、縁によってあります。まあこう暖かいっていうのも一つの、まあ、ありがたいっていう意味も含んでますけれども、ありがたいっていうのがこうおかげさまでとかご縁でとか言うと思うんですけれども、そういうことですね。なのでまあここで言えば、闇を縁として光の美しさを知る、寒さを縁として、暖かさを知ると、そういうことであります。でこれをですね、例えば人生で、言うと、多分これ、はい、次、あ、大丈夫です。人生で言うとですね、大切なものは失うものと共にあるっていうことなんですね。で我々失うっていうとこう物がなくなると思うと思うんですけれども、でも実際には例えばゴミがなくなっても失ったとは、まあ、言わないわけです。なのでこう失うっていう言葉っていうのは失いたくないっていうことで、つまり大切さを意味します。なのでまあ、例えばこの世の中にですね、大切なものが一切なければ失うっていうこと自体がまあないわけなんですね。でこれを縁という言葉で言うと、大切さっていうのは失うっていうものを縁として、で失うっていうものは大切さを縁としてあるっていうことです。まあ、そういう失ってこう気づく大切さであったり、まあ、大切だと思うほどこう失いたくないっていう、こう不安が大きくなったりすることもあります。でですね、なんですけど、まあ、我々はですね、この人生の中で大切さをこう求めるわけですね。なので、我々はこう自分の世界をこう自分の大切なもので世界を考えるわけです。そして失いたくないっていう不安をですね、自分でこう生み出して、それと戦うわけなんですね。なんですけど、この戦いにもちろん勝ったりはしませんね。その不安っていうのは大切さと常にこう共にあるからなんです。まあ、大切さっていうのは例えば家族であったり、まあ、仕事であったり、まあ、財産であったり、夢や希望であったり、まあ、その最たるものはこの自分なわけです。でそれを、その大切なものを守ろうとして、戦うので、不安と戦うので、まあ、無明と言います。無明ゆえに苦があるということです。まあ、そんなね、面倒くさい言い方しなくても、大切なものぐらい分かるよってね、言うかもしれないんですけれども、でもちろん大切なものが何かっていうのは分かると思うんですね。何が大切かっていうのは分かると思うんです。ただここで言いたいのは、大切さを経験するかどうかっていうことなんですね。まあ、例えばこの1日が大切だっていうことは分かるかどうかって言ったら分かるわけなんです。なんですけれども、それをね、経験する人は本当にね、少ないと思います。それだけで、今日の一日だけで満足するっていう人はあんまりいないわけなんですね。でこういう人がもしいるとすれば、まあ、自分や大切な人が例えば病気とかになって、その残りの時間を知らされたり、そういう人ぐらいかなと思います。無常っていうのはですね、常なるものがないっていう意味であります。で世の中が無常であるっていうのは、これはそんなに難しいことじゃないですよね。説明されたら大概の人はね、分かると思うんです。なんですけど、実際には分からないということです。
で私たちはいいものだけをこう取りたいと思うんですね、なんですけれどもいいものっていうのは大体往々にして、そうではないものとの縁をなくしてはなかなか現れてこないわけです。なので、我々はこう大切なものを追っては、まあ、悲しい思いをしたり、まあ、悩んだりとするわけであります。でもまあ我々はそういうふうにしてしか生きていけないわけですね。それがいわゆる凡夫の姿であります。でそういう我々の姿を見て、この阿弥陀様がまだ仏様になられる前、全ての衆生を救わなければ仏にならないっていう誓願を立てられたわけです。それが我々がね、よりどころにしている大無量寿経、仏説無量寿経っていうその経典に説かれてある本願というものです。でその本願を成就して完成させて仏になられた、それが阿弥陀様であります。なので真宗、我々のね、仏教とか真宗の教えを一言で言うと、非常にシンプルなんですね。この午前もね、渡辺先生おっしゃってましたけれども、この我に任せよっていう声を聞く、それだけなんですね。でそれにそのまま任せていくっていうことなんです。なんですけど、じゃあなんでこんなに仏教がね、仏教って難しいと思うんですよね。じゃあなんでこんなに仏教が難しくなるかっていうと、それは全て、私の問題なんですね。我に任せよっていう声に、はい、お願いしますと言えばいいんですけれども、なかなかそうは言えない、そういう私の問題であります。先ほど韓国人とのあれでお寺を出たって言いましたけれども、それだけじゃないんですね。やっぱりこうお寺とも向き合っていけなかったっていう、仏教から逃げたかったとか、そういうものがやっぱり自分の根っこにあったわけです。それではっきり答えたんですね。我に任せよっていう言葉に結構ですと。よくね、日本人はこうイエスノー言わないって言われますけれども、私の場合ははっきり言ったわけです。ノーサンキュー言ったわけですね。慈悲の形っていうものがどういうものかなっていうことなんですけれども、仏様の形とか、心の形とか、いろいろこう思うところあると思うんですけれども、うちの娘がね、私によく言うんですけれども、パパはね頑固だって言うんですね。で、いやでも優しいでしょって言うとね、優しいけど頑固って言います、で多分それはね当たってると思うんですね。つまり素直じゃないっていうことなんですけれども、もちろん素直だったら、お寺をね継いでるわけなので、頑固なわけです。そしたらね、今こうして、仏教をね勉強させてもらってますけれども、そしたら素直になって勉強してるかっていうと、素直にそういうものをこう受け入れて勉強してるかっていうと、そうでもないんですね。つまりね、こうなってるっていうのは素直じゃない自分にいただいた縁があったっていうことなんです。つまりお慈悲っていうのは私のこう性格とか私の経験、全て私の形に合わせて働いてくださる、どこまでも私なりの姿にいただいたもんだと思うんです。なので自分からね、こう仏縁に近づいたものっていうのはない、逃げたっていうことはあっても自分からこう歩み寄ったっていうものはない。それが10年とか15年とかするうちにこう縁をいただいてるなっていうことが、そういうものがやっぱりあるわけです。そうして、ある時、今の自分があるのは何でかなとこう振り返る時があるわけです。
返った、あ、これですね、振り返った時にありがたいと思う。ちなみに前半の話で順境逆境、良かったことも辛いことも仏縁になるという話をしました。で、実際そうだと思うんですけれども、じゃあだからといってね、それが仏縁だからといって辛いことがありがたいかっていうと、まあそんなことはね、思ったりしないわけです。辛いもんは辛いわけなんですね。全然ありがたくないわけです。で、そういった辛いことにありがたいと思えるのはいつもね、後からなんですね。振り返った時にありがたいと思うということだと思うんです。こう時間が経ってある日、まあ、何かのきっかけで振り返った時にそういう受け取りができるということなのかなと思います。で、だからといってね、後でありがたいと思ったからといって、手放しで喜べるわけでも、まあ、そういう辛さがなくなるっていうわけでもないんですね。で、なぜかっていうと、そのありがたさの中には、その自分の辛さだけではなくて他の人の、まあ、悲しみも混じっていることがやっぱあります。そういう、なんていうんですかね、こう他人のその犠牲の上、時にはその自分の大切な人の犠牲の上にありがたさをいただくわけです。で、大抵の場合はそういう時っていうのは、そのありがたさに対して返せるものっていうのはないわけなんですね。親孝行という贅沢、最近なんかあんまりこう親孝行ってあんまり聞かないんですけれども、うちのちょっと嫁の話なんですけれども、結婚する前にちょっと聞いた話で、結構嫁親孝行なんですね。母親思い で、そのまだうちの嫁が小さい時っていうのは、すごい貧しかったらしくて、そのうちの、その嫁の実家が農家なんですね。で、農家で、まだその当時なんで結構貧しかったらしいんですけれども、それでお母さんにたまにですね、お小遣いをこうもらってたらしいんですね。ちっちゃい、まあ、小さい時なんですけどね、1円とか5円とか、ね、そういうのをもらって使わずに瓶に、これぐらいの瓶に貯めてたらしいんですね。で、それをめち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 貯めて、まあ何年か経ってこれが全部いっぱいになるんですね。いっぱいになったのを、蓋をして、お母さんのところに持って行ってプレゼントをしたっていうことだったんです。で、今結婚した今もね、すごくこう、親孝行だなと思うことがちょいちょいあります。で、この年になるとね、特に思うんですけれども、まあ、親孝行ができるっていうのは、まあ、何よりの贅沢だなと思います。こう、まあ、人をね、こう助けてあげるとか、そういうようなものとまだちょっと違って、自分がもらった愛情にこう一生懸命応えられるというか、そういう贅沢ですね。自分が心の底から恩返しがしたいとか、まあ、そういう人に本当に喜んでほしいって思える人がいるということは、これ以上のない財産だと思っております。もちろんですけれども、そういうものは世界中のお金をこうかき集めても買うことはできません。親様ってご存知ですかね。まあ、阿弥陀様のことですね。妙好人と言われる玄座さんとか西地さんの話にもちょいちょい出てくると思うんですけれども、特に山陰とか北陸の方でこうやって言われてるらしいです。まあ、命の親ということで、親しみを込めて親様と言ってるようですね。なんですけれども、じゃあ親のように親孝行ができるかっていうと、そういうわけではありません。我々からできることも挙げられるものも何も持っていない。そのただただその気遣いの中で生きていくだけ、返すものは何も持っていないということです。返すものを持たない道、返すものを持つもの、持たないものが歩ませてもらう道。ちょっとまとめてきたので、ここだけちょっと読まさせていただきますね。なので、この仏様に見守られている人生とは、必
返せるものを何一つ持たないものがまだ知らぬ我が家へ向かって歩く道であります。私は私なりにしかこの道を行くことはできません。そして慈悲は私のいいところ悪いところ、それから楽しかった経験辛かった経験、その時々で汚れたシミをつけたまま、それらすべてを私なりのものだと包んでくれて照らしてくれます。その時には分からなくても振り返るとそうなっている。本当につらいこと、中にはね、どうにも受け入れられないものも出てくるかもしれません。それらは後になって日に日に薄れていくかもしれませんが、本当に受け入れられたのかっていうと、そうでもないなと思うこともあります。昔は宗教とはそういう苦悩を癒してくれるものだと思ってました。でも今はおそらく違ったのかなと思います。慈悲っていうのは、つまり、仏の声っていうのは、むしろ受け入れられる苦悩もあるし、受け入れられない苦悩もある。その全てがお前である。だから私が道連れとなっていこう、そういう声だと受け取っております。我々が拠り所としている大無量寿経の序文にですね、次のような一文があります。群青かぶしてこれを絨毯とす、これは衣装を背負ってこれを自らの重荷とするという意味であります。仏様は厳かに輝いているように見えます。しかしこの言葉から見える姿は、この私を背負って苦しそうに歩き続けているようであります。我に任せよの声は天からではなくて、こう私を背負っているその下から聞こえてくるのかもしれません。であるなら、どこなりと運ばれていく先が私のたどり着く場所であります。救われる確信とか浄土へ向かうとか、それは私側ではなくて仏の側にあることだと思います。その行き着く先がどこであろうと、仏と共にあった道を喜びとし、で仏と共にあるこの一歩をありがたくいただいていく、その一度、それが念仏の道だと思っております。実はここでお話しさせていただく前に、これ今回が初めてだったので、ちょっと弟にね、もう10年以上やってるので、ちょっと相談して電話して、何か檀家さんの中でいい話あったら何かないって言って相談したらですね、メールちょっと1個送ってくれて、こういう話どうっていうことで送ってくれたんですね。でその話がですね、意外と良かったので、そのままちょっと紹介しようかなとちょっと思ってます。ですね、っていうのが戦争の戦前のとか、戦争の頃の経験された方もいらっしゃるっていうのをちょっと聞いてたので、その頃の話をね、ちょっとないかっていうことでちょっと相談したんですけど、次のような話です。話の前にね、弟から私にこう一言書いてありました。阿弥陀仏の慈悲浄土は正常にして真実の領域であり、煩悩に生きる者が喜ぶ世界ではない。喜べるものを全く持ち合わせていない私が浄土を喜ばせてもらえること、これが他力の真。それからある女性の話として、うちの檀家さんの話なんですけれども、載せてありました。読ませていただきます。戦時中結婚されたが、数ヶ月で夫に召集が来て出征し、その後戦死の知らせが来る。その後夫の子を身ごもっていたことが分かる。妊娠に気づくのが遅かったため、夫には報告ができなかったとのこと。終戦の後に女の子が生まれ、戦後の時代を母親の手一つで、その女の子を育てた。毎日の生活の中で仏壇での勤行を欠かさず、勤行後にはいつも「ナマンダブナマンダブ、親様ありがとうございます、お父さんありがとうございます」とお礼の言葉を言っていた。毎日隣で座っていた娘がある時、なんでお礼を言うのと聞くと、お母さんはこう答えられたとのこと。私はお父さんに会えて結婚ができて本当に幸せなんよ。その上にあなたという子に恵まれて、もう人生でいただけるものは全部いただけたからね。あとはお礼させてもらって、お念仏させてもらって、お礼の声もお念仏の声も出んようになったら、
お父さんの待つお浄土へ参らせていただこうと思って、私はそれが楽しみで毎日お礼させてもらうんよ。言葉の通り、お念仏とお礼の中で80数年歩まれ、ご往生された。ご葬儀の最後に遺族の代表として、娘が参列の方々に涙を流しながら挨拶をされた。母は苦労の多い人生だったと思いますが、辛いとか大変だとか、父が帰ってきてくれていたらとか、一度も言うことはありませんでした。でも心の中の本当の思いは、父に帰ってきてほしかったでしょうし、できることなら一時だけでも家族3人で過ごしたかったことでしょう。一度だけでも私が生まれたことを父に報告して、父が喜ぶ声を聞きたかったことと思います。私を育てるにも父がいてくれたらと思うこともたびたびで、命がけで育ててくれたことを分かっているつもりです。母を失ったことはつらいです。でも母が父のもとへ行くことができたことは、私にとってこれほど嬉しいことはありません。ようやく母は安心して父への嫁入りを果たすことができたんだと思います。とこういうお話でした。そして最後に一言、もう涙を流しながら嬉しく思うと言えるのがお念仏の心と添えてありました。最後にですね、ちょっと慈悲のお恵みについて、感じたことをちょっと述べて、終わりたいと思います。今日の話の中でですね、本当に大切なものっていうのは失う中でしか出会えないっていうことを言いました。なので凡夫である私たちは、失ってから、もしくは失うと気づいてから初めてその大切さに出会います。しかしたまに思うことがあります。よく考えてみると、今持っているものはすごく大切なものばっかりなんじゃないかなと思うわけです。この体も、家族や、大切な人たち、特にないこの今日の一日も、またそれだけではなくて、すでに別れていった人も、この稀有なこの世に人として生まれて、この限られた場所の限られた時間に出会わせてもらったことが、いかに貴重なことだったかと、そう感じるのであります。たとえこう長くても短くてもですね、縁がありありがたいと思うわけであります。それが慈悲の恵みを感じるということなのかなと思っております。長い話になりましてた、長い話でしたけれども、一応これで以上にさせていただきます。もし時間があれば、なんか質問とか、先生あれば、時間があれば質問とか、もしあれば、なんかしていただいてもあれなんですけれども。なんか聞きたいこととかありますか？特になければ、じゃあ2時間ちょっと長かったんですけれども、ありがとうございました。そしたら合唱で終わりたいと思います。南無阿弥陀仏、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 南無阿弥陀仏。本日はようこそのお参りくださいました。